シーズンの折り返しとなるゲームです。前半の10分、松本は岩上のフリーキックから高崎のヘディング、そしてこぼれたボールを前田大然が押し込みました。これで松本が先制します。この一発目ですよね、まあ、まだ若いんですけど、米原選手、ここで跳ね返すぐらいのプレーをしないと、はい、こういう失点につながっちゃいますので、こういうポイントをこれから今日経験にですね、次につなげていってもらいたいというところだと思いますね、はい、それからわずか3分後でした。石原からのパスに高崎です。これは石原選手がしっかりとトラップを効かせて右足で持った瞬間に相手の背後を狙ってもうゴールに向かってますもんね。トラップこそうまくいかなかったんですけど、しっかりとキーパーと1対1冷静に決め込んだシーン、はい、素晴らしいゴールでした。一方熊本です。田中達也が抜け出してクロスを供給、そしてアンビョンジュンのヘディングはゴールキーパーの森田が弾きます、はい、まあ、こういったアン選手のゴールに向かう気持ちの現れたシーン何度か見られたんですけどね、まあ、これが入らないのが、まあ、チームの勝利につながらないっていう現状につながってますので、はい、逆に動かせばこれを入ればっていうところですね、はい、2対0松本リードで試合を折り返して後半の6分です。片山のクロスにアンが飛び込みますが枠を捉えることができません。クロスそして入るタイミングまではもう 100%、はい、100点ですね、一方の松本18分です。遠いサイドから走り込んできた前田直樹が3試合連続となるゴールを決めます。ちょっとアンラッキーなクリアになったんですけど、それを狙っていた前田直樹選手を褒めるべきだと思いますね、はい、そして熊本は後半の19分です。米原からのロングボールに皆川のシュート、これで1点を返します。熊本に流れがない中でこの一発の2人のラインでゴールが決まるっていうのは本当見事だったと思いますし、まあ、このゴールによって 3-0 ではなく 3-1 になったわけで、はい、この1点がですね、